最終回において海外で撮影を行ったのは、後にも先にも仮面ライダー空ガのみキューバ。当初仮面ライダー空ガの五代祐介は最終回で某する予定だったが周囲の、猛反対で予定変更された。仮面ライダーアギトはバンダイから打ち切りを提案された。当時、仮面ライダーアギトに登場するアナザーアギトにも強化形態の案があった。仮面ライダーアギトに空ガが共演する案があった。仮面ライダーアギトは仮面ライダー史上初。 初放送で3人の仮面ライダーが登場した。仮面ライダーアギトに登場するアンノーンは神が人間の進化を食い止めるための使い。仮面ライダー G3 の金目淳さんはオーディションですき焼きを食べて合格した。仮面ライダーアギトは平成ライダーの中では前作後半からの世間からの認知度も手伝い、ゴールデン枠で番宣も行われるなど、特に恵まれた環境も手伝ってか同年に放送された110戦隊ガオレンジャー。 と並び平成トップの視聴率を獲得。いわゆる、イケメンヒーローブームの流行もマッチして幅広い年齢層の人気を獲得した。仮面ライダー隆起の最終回に子役時代のしだみらいさんが出演している。仮面ライダー隆起の名言オたターはスーツアクターの高岩さんのアドリブ。仮面ライダー隆起は当初50人のライダーが登場する案があった。 仮面ライダー龍気のオープニングでの人のいない渋谷は CG ではなく元旦の人のいない時に撮影された仮面ライダー龍気役の姿かまささんは熱狂的な猪木ファンであることから劇中では闘魂 T シャツを着たり猪木の顔真似をしたりしている当初は女性ライダーは出さないはずだったが女の子も変身したいという要望で女性ライダーが生まれ仮面ライダーファムは仮面ライダー史上初の女性ライダーである 仮面ライダーファイズの変身者犬板組がオルフェノクになってしまった理由は幼少期に火事に巻き込まれて命を落としてしまったこと仮面ライダーファイズの強化形態アクセルフォームは非常に人気で強力だが10秒を超えると爆発する本編にて仮面ライダーカイザの変身者草鎌カサとは首を折られ死んでしまったが小説版フワイズでは死死をもがれても死なずそこから復活するストーリーになっている 仮面ライダーファイズのモチーフはサメ。ファイズのスーツは目の部分が発光する特殊な作りであるため、スーツアクターの高岩さんたちはほとんど前が見えない状態で撮影を行った。オルフェノクというネーミングは井上俊樹により付けられた。スタッフが怪人の名前をオルフェかエノクの二択で迷っていた際、そんなの、オルフェノクでいいじゃねえかという井上の提案で決まった。 仮面ライダーブレードで剣崎がテレビでキングフォームになった回数はちょうど13回。実は幻のお蔵入りになったファイズとのバトンタッチ回があるが放送されなかった。劇場版のブレードの世界は本編最終回でジョーカーを封印するを剣崎が選択した場合のもしもの最終回となっている仮面ライダーブレードは平成ライダーで唯一赤い形態が存在しない。 剣崎和馬役の椿高行さんは、アフレコに熱中するあまり立花さん役の天野さんを、殴ったことがある。仮面ライダーブレードは、役者さんの滑舌の悪さから、オンドゥル語が生まれた。仮面ライダーブレードにおいて、レンゲルバックルを海に投げるシーンがあるが、あの時投げられたレンゲルバックルは、未だに回収されてない。武田公平氏は歴代仮面ライダーで変身の際に使用したベルトの種類が咲いた。戦ベルト、ダークキバットベルト、キバットベルト、 スクラッシュドライバー、ビルドドライバー。仮面ライダー、響きは当初、仮面ライダーとして作られていなかった。仮面ライダー、響きは前半と後半で、スタッフがそう入れ替えしているため、作風が大きく変わっている。仮面ライダー、響きは、仮面ライダー史上初の、輪をモチーフにしたライダー。仮面ライダー、響き役の細川茂樹さんは、仮面ライダー主演役の中で最年長であり、おっさんライダーの異名がある。仮面ライダー、響きのバイクは、スタッフの私物。 というのはデマ。仮面ライダー響役の細川茂樹さんは、パワハラ疑惑で所属事務所と裁判で揉めたが、勝訴している。仮面ライダー兜でライダーたちに使われた塗料は、自動車の鉄板などに使用されるマジョリード。カラーを使っている。決めリフのおばあちゃんが言っていたは、子供の教育にいいと保護者から人気だった。兜の色は、兜のためだけに調合された特別な色。 仮面ライダーカブトのコンセプトは最強のライダーを作ること、それに基づきカラーは赤で、子供たちから人気があるカブトムシがモチーフに作られた。作中登場したライダー計画ナンバーワンに書かれた日付1973年4月、3日は毎日放送で初代仮面ライダー第1話が放送された日。仮面ライダー電王役の佐藤健さんは仮面ライダーシリーズ初の平成生まれの主人公。 仮面ライダー電王は仮面ライダーシリーズ初のファンタジー作品。仮面ライダー電王ガンフォームのリュータロスはもともと大柄でイマジンのラスボス的デザインだった。仮面ライダー電王は2021年人気投票ランキングで堂々の1位。仮面ライダー電王は仮面ライダーシリーズ初声優がレギュラー採用された。仮面ライダー電王は仮面ライダーシリーズ初の一人称が僕。 仮面ライダー電王は仮面ライダーシリーズ初の怪人が完全に仲間になった作品。仮面ライダー電王は過去にクレヨンしんちゃんとコラボした。仮面ライダー電王の主題歌はライダー史上初 PV 用に新規映像が撮影された。仮面ライダーキバの名前の由来はキングオブバンパイア。そのため英語表記ではキバになる。仮面ライダーキバの顔のモチーフはコウモリではなくハロウィンのカボチャ 仮面ライダーキバはロマンス要素が強かったためファンからヒルドライダーと呼ばれていた。仮面ライダーキバには仮面ライダー電王のモモタロスの声優やリュータロスの声優が出演している。キバの体についている鎖は本物。仮面ライダーキバの世界観では様々な種族がいて人間も魔族の一種ということになっている。リケードは本来電王2という作品になる予定だったが打ち切りになった。リケードは 幻の完結編が存在する。仮面ライダーディケードブラックブラック RX 編が撮影されている頃は、仮面ライダーダブルも撮影に入っており、ブラック大好きな左翔太郎役の桐山蓮さんは撮影見学に行ってたらしい。仮面ライダーディケードのディケードライバーのモチーフはカメラなんだとか。仮面ライダーディケードが半年で終了したのは、スーパー戦隊との新商品の潰し合いを避ける。 ために放送開始期間をずらすためもともと予定されていた。